それでは訓練展示第1部を開始します。はじめに関越台から向かって左方向から進入してきますのが第14放射特化隊が装備する93式近距離地対空誘導弾、通称キンサムの発射機およびアシスト式短距離地対空誘導弾、通称サンサムの発射装置です。この装備は陸上部隊、重要な施設などの対空援護のために運用される、いわゆる防空用のミサイルであり、キンサムは飛行能力に優れており、サンサムはより遠距離の目標に対応しています。続いて進入してきますのは偵察用オートバイです。4人車両では飛行が困難な地域においても高い倍率操作技術により情報収集活動を行います。様子をご覧ください。
同じく道路担当です。国家部隊は広い地域に展開し、長射程かつ大量の火力を集中して、機部隊や施設などを必要なうちに制圧することができるとともに、各種弾薬を使用することにより昼夜間およびお正月様々な場面で撃破することが可能です。